さあ女子シングルフリーの最終滑走者、オリジナル5位のラリサ・ザモティーナ・ソビエト。最初の3回転はどうでしょう。トリプルサルコです。最初のジャンプというのはどの選手も緊張します。次です。トリプルループですね。これもいいですね。バレージャンプからトリプルトーループ、うん、サルコかなり前傾してたんですが持ちこたえましたね。ジャズ実績から見まして左側の方のリンクにいろいろジャンプが固まっているのが気になりますね。ダブルアクセル、テンポが上がってきました。ちょっと気持ち曲に遅れ気味ですね。足が重たくなってきたようですね。これはバランス崩しやすい難しいスピンですね。ソビエトの23歳の学生ラリサ・ザモティーナ。白鳥の湖をこう曲にちょっと遅れ気味というような井原さんご指摘がありましたが、最後の最後のところですね、ただ途中のスピンでですね曲の遅れを取り戻したり少しずつ調整をしてたようですね。ただジャンプとかですね、何か、ちょっとスピードがなかったり高さが少し足りなかったりとかするんですけれども、非常に丁寧に一つずつジャンプをこなしていったという気がしますね。
ソビエトはそのペアとかアイスダンスは非常に強いものがありますが、女子シングル期待のザモティーナ得点が出ます。 5.0 から 5.5 までの間、やはりプログラムの構成でですね、リンクの片側にジャンプが寄ってたりとか、あるいはそのジャンプを降りた時に両足でフリーレグのつま先をちょんとついて降りてるとか、まあ、そういったようなところを厳しく減点されたんだと思います。なるほど。アーティスティックインプレッションも出まして、こちらは 5.0 から 5.6、 この時点で今結果が出ました。伊藤みどりさんが優勝、第2位がハーディング、そして第3位がこの